皆さんは改造プラレールを作ったことがありますか？少し加工したものや製品化されてない車両を自作したり、面白いギミックを搭載したりと、創意工夫によって無限大の可能性があります。しかし、そんな改造プラレールを見て、生きりやがって、妬ましい。ちくしょうなどの感情を持つものが少なからず存在します。今回はそんな象が生み出した信じがたい改造プラレールを紹介します。なんということでしょう。プラレールにドリルが搭載されてるではありませんか。その名も電動ドリルライナー。 9V 電池を電源とし、タミヤのスイッチでコントロールされます。これで改造プラレールで調子に乗ってる連中どもの作品を破壊できます。では早速走らせてみましょう。おかしいぞ。プラレールの動力車では、押さえつける力が弱いのでしょうか。ならば力技、2台に増やせばいいのです。これは、ダメみたいですね。ちくしょう！どうやら、プラレールの動力車では、グリップ力不足のため、穴を開けることは難しそうです。なお、内蔵されているモーターは安い電動ドライバーから、没収してるため、ドリルを回すためのトルクは、十分確保してあります。いかがだったでしょうか。電動ドリルライナー改造プラレールのインパクトとしては抜群でしたが、見た目が派手なだけで性能はポンコツというお粗末なものでした。この動画で伝えたいことは、人間もプラレールも見た目が危なそうだから対して敬遠するのではなく、中身を知ってから判断する必要があるということです。本的で大切なことが知れたことですし、この動画もそろそろ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おまけ、正面衝突させてみた。